本日のメインイベント、グレイテスト K クラブ認定ヘビ級王者決定戦、青コーナーより挑戦者、白井ヨナズム選手の入場です。王者グレイトタム選手の入場です。本日2022年度中島地区大会に行われる白井ヨナズム対グレートタウンの試合を九州プロスタイルレスリング連盟 KWF が認可し、九州産業大学プロレス研究部が認定するグレーテスト K クラブ認定ヘビー級選手権試合であることに宣言する。令和4年10月29日九州プロスタイルレスリング連盟 KWF 九州産業大学プロレス研究部公式大会にしています。続きましてチャンピオンベルトが変化されます。最短チャンピオンの星に巻かれているこのベルトが返上され、最後に立っていた男の胸に腰にこのベルトが巻かれることとなります。3年ぶりの聖地開催となりました最強王者決定戦、時代の流れを感じさせる対決となりました。しのごの言わずにやっていただきましょう。本日のメインイベント、グレイテスト K クラブ認定ヘビー級選手権試合、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、背中追いかけてきました。
167cm、63kg、白井伊予那戦。天空の男性、白井伊予那戦。赤コーナー、グレイテスト系から認定ヘビー級王者、身長体重不明、グレイトターム。光るモンスター、グレイトターム。レフリー、山下郎。先ほどの、はい、試合と打って変わってですね、はい、この何ですかこの緊張感、まあ、これがやはりタイトルマッチ特有のですね、はい、なんとか殺伐とした張り詰めた、はい、そしてレフリーはですね、はい、地方公務員です。そうですね、さっきの試合、はい、何だったんですかね、はい、してまあ七三はまだまだ崩れてないですよ、はい、バッチリ噛み合ってます。あの七三だからしっかりとレフリーも取ってくれるでしょう。そうですね、始まりました。本日のメインイベント、グレイテスト系から認定ヘビー級選手権試合、時間無制限一本勝負、チャレンジャー白井伊予那戦対王者グレイターム。いいですね、この手拍子で始まるタイトルマッチ、はい、並々ならぬ気合が入っております。さあここは手四つの攻防から行くんでしょうか。おっと先に仕掛けていったのはグレートタム、はい、バックを取りましたね。はい、やはりタイトルマッチですからね、やはりじわじわとお互いのその何でしょう、手探りながらで、はい、あのどういったことをしてくるのか、はいはい、見定めながらこう先に仕掛ける、そうですね、まず仕掛ける、こういった攻防も駆け引きといいますかですね、はい、そういうところも一つの見どころになりますので。そうですね、はい、あ、まあ、この2人ともに OB ということで、はい、グレートタムが卒業した年に、はい、白井伊予那戦が入学したんですね、入学したということで、はい、学生時代はかぶってなかったと。そうなんですよ、肌を合わせるのはもうすでに OB だったグレートタム、はい、に対して学生だった白井伊予那が、まあ、ある種、はい、挑んでいったような形が、そうですね、多かったでしょうね。でまたグレートタムがですね、はい、まあ、今もこう細かい技をこうやってますけど、はいはいはい、こういったこうグランド技というかですね、とにかくテクニックが多彩な選手が多いですね、はい、こう感覚を織り交ぜると言いますか、そうですね、阪急といえばですね、はい、昔オリックスにいた星野という投手がいたんですけど、はいはい、はい、星野さんのストレートが一番速いというぐらいやっぱ緩急の差って大事なんですよね。どんな球種が飛んでくるかわからない、はい、だからまあある意味そうやってこう主導権、はいはい、イニシアチブといいますか、はい、それをこう常に握りっぱなしできるのがこのグレートタムっていう選手なんです。そうですね、はい、なのであの白井伊予那戦としてはいかに自分のペース、はい、まあ、掴んでいくか持っていくかといったところが、はい、この試合のポイントの一つになってくると思います。さあ静かな序盤なんですけれども、この両方の関節の、まあ、はい、攻防といいますか、そうですね、まあ、どちらかといえばグレードさんの方に今のところ分があるようなところなんですけれども、それからいうと白井伊予那戦はですね、まあ、こういった寝技よりも立ち技、あの蹴りを主体にした打撃でですね、試合を組み立てにいくファイターなので、そうですね、やはりこう寝かされている状態だと非常に攻めにくい、はい、攻めづらい、おっと、はい、こんなもんかと、こんなもんかといった感じですか、はい、さあ展開していきますね。そうですね、腕を伸ばしていきましたね、はい、でしかも今足を押し付けながら、ね、はいはいはい、取ることで、はい、そうですね、特にですね、はいはいはい、衝撃を与えることで脳を揺らすことができる、なるほど、はい、いやよく考えてますね。そうですね、白井伊予那戦実家ですけど、実家の和菓子屋の4代目ということで、はいはい、あの餅を伸ばしたり引っ張ったりしてるから、ちゃんと腕も引っ張ったんですよね、はい、だから団子練ってる間にいろいろ今考えたんでしょうね、はいはいはい、団子練ってるね、作戦練ったんですね。なるほど、いやうまいこと言いますね。いいですね、もう練ってますね。はい、実家の和菓子屋はですね、ちなみに六本松にあるトゲツという和菓子屋です。皆様、平日にですね、足を運ぶとですね、白い割烹着を着たですね、はい、白い伊予那戦がいますので、はい、ぜひ足をお運びください、はい、今宣伝してる間にですね、はいはい、思いっきりその地獄突きをされたんですけど、はい、タイミングが悪かった、タイミングが悪かったですね、はい、白い伊予那戦ちょっと一発ダウン食らってる感じなんですけど動揺したんですかね。そうですね、こんなに僕のこと言ってくれるんだって、はい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 、宣伝ありがとう、はい、
さあ一方のグレートサムはですね、先ほどからあのこうやって関節技、はい、固めていくんですよ。そうですね。でしかしながらですね、グレートサムは型にはまりたくない生き方をしたいということで、はい、実家を飛び出してですね、はいはい、今は殺傷を作ってます。クレームということは型にはめるしかない。型にはまりたくなく実家を飛び出したのに、はい、型を作ってますからね。あら、なんていうか、はい、でこう関節で固めるのも得意なんですよ。はいはいはい、うまいこと言いますね。うまいこと言いますね、はい、固まってますね。はい、はい、固めてますね。はい、がっちり固めてますよ。いやー、ひどいですね。もう今足を取られた状態から踏みつけるんで、はいはいはい、これ逃げ道ないですよね。そうですね。特にあの白井ブラウンズはやっぱ先ほど言いましたけど、蹴り渡し体なので、あいた足のダメージがかなり効くんですよ、ね。はい、おっと、おっとロープを使った取り付けの動き、三角締めしてますね。まさにロープ、ロープ際の曲げ年の流れで、キュレスの下げください。離さない。あーと、場外。これは、十分に刺さってくる。白井ヨナズが、しかし、掴んでいった。これは、いやー、タブル、あーと、下は地球です。大地です。地球には、クッションはない。グレートさんが今さっきの飛び込みヒーローを受け止めたりと、はい、でその後即座にベースレシーターに行ったじゃないですか。これはなんていうか見せつけてるような感じもする。そうですね。白井ヨナズに対して、はい、お前がやろうとしていることは全て読めるんだと。いや、この格好ですよ。余裕ですね。はい、余裕です。まあ、おそらくどうしたって叫んだと思うんですよ。はいはい、思うんですよ。はい、あのしかしたらグレートタムはあの滑舌がめっちゃ悪いですよね。あら、本当ですか。はい、じゃあそちらの方も固めということでですね。さあ、もう白井ヨナズ決めてますよ。ほらほら、こっちの方向くから。あ、そうですね。はい。はい、まあ、一応タイトルマッチですからね、油断もしたらダメと。まあ、そうですね。いつ足元すまれるか。グレートタム、はい、電話するより LINE した方が意図が伝わるんですね。電話かけてきて、ちょっと何言ってるか分かりしてというですね、普通は逆だと思うんですよ。エロゲームだから今 の, その一瞬の隙ですよね。はいはいはい、ここを狙う、ここをやっぱ白井ヨナズで攻め込まれて、今もこう黄色く鍵が捉えられてますけど、はいはい、だから本当白井どこでどうなるか、この勝負がつくか分からない。そうですね。あと白井ヨナズが腕に照準絞りました。いやー、出ました、得意のこのムチのような蹴り。落ち着きみたいでしたね。そうですね。すごいです。すごい。白井コールがすごい。はい。後頭部。しかしあのさっきのですね、はい、測定した意味はあったんですか。あれはですね、はい、かっこいいからだ。確かにかっこよかった。あれはかっこいいんですよね。またあの白井ヨナズの肉体ですよ。はい、肉体美。肌色の中須に似合いますね。そうですね。はい、ちょっとエロチックな感じの、はい、さあ、そんなこと言ってる間にもうあのさっきの蹴りが効いてますよ。ちょっと今、嫌な音しましたよ。しかもこれ、蹴ってますからね。これ、はい、クラウドチーンとこう腕がしびれるんですよね。そうですね、軟骨のところがですね、ビリッとしますからね。はい。はい、さあこの蹴り技で自分のペースに持っていきました白井ヨナズ。そうですね。さあこの先ほどグランドでこう主導権を握ってたはずのタンバがですね、蹴りだけでここまで、はい、この一撃。さあ蹴りこれはあっと、お互い蹴りと張り手の意地の張り合い。はい、なんとすごい破壊力だ。白井ヨナズの胸板がもう真っ赤に染まってますよ。はい、うわあ、この音ですよ。そうですね、ドスンとくるような。いやお、うまい、よく読んでましたね、読んでました。さあ、これ飛び込んで、さあ、これ膝、いやー、膝蹴り、膝硬いんですよ。硬
さんいいですね、はい、硬いところで当てていきますからね、はい、的確です。はい、さあ白井ウナズン、さっきあのチョップで痛そうな表情してたと思ったんですけど、もう言って変わって涼しそうな表情、はい、ちょっとポーカーフェイスですよね。そうですね。あった、ちょっと今側頭部ですか。はい、いやグレートさん、まさかこのタイミングで来るとは思ってなかったから、はい、今ノーガードでしたよ完全に。さあこのここに来て白井ウナズン、はい、側頭部、いや多彩な蹴りを、そうですね、駆使しております。もう白井ウナズン胸板からこれは頭に狙いを標準の感じがしますけど、はい、まあいくらなんかグレートタムでもですね、はい、やはりこれだけ畳みかけられるんですね、脳が揺れるから、ね、いやそうですよね、連続されるとですね、はいはい、さあそして前に落としていった、グレートさんだ。一進一退の攻防、いやー両者まだまだですね、はい、得意を出してないんですよね。そうですね、出してないんですけど、白井ウナズンはもう本当、なんでしょう、布団を干してるかのようなですね、布団叩きみたいですね、はい、いやしかしコーナーポストを背にするとですね、はい、衝撃が逃がせないんですよ。そうですね、はい、10分経過、10分経過、さあ早く50分、あーと引いていた、なところですよ。このですね、何でしょう、蹴り技をされたらですね、グレート様が蹴り技で返していく、はい、逆に言うと相手と得意技で返していくことによって、はい、まあ、精神的な揺さぶり、そうですね、こういったところもありますよね。ここまで全て受け切った上で、はい、こんなものか、はい、俺にもあるぞと見せていく、いやらしいですね、いやいやらしい、いやらしい、しかしながらこうやって自然と湧き上がる拍手、はい、素晴らしい、よく広げている証拠です。ポイント、動きですね、小気味がいいですね。そうですね、もうすぐに自分のペースに、はい、そして返したと思ったらですね、グレートタムの関節地獄が待っている、そうですね、このクロスフェースで、はい、さあ、この腕をがっちり捉えて、ロープが近くて良かったですけど、そうですね、はい、いつ決まってもおかしくないところでですね、はい、引き出しを開けるかってとこになって、確かに確かにですけど、まあ、こういった関節技、本当にリングのどこでかけるのかっていうのが非常に重要ですからね、はい、そうですね、このグレートさんも本当必殺技級の技というか、一撃で決まる技いくつも持ってるから、はい、そこをいつこう引き出せるかと、はい、ところ白井ウナズンはどれだけそれを食らわないかと、これは変形のマフラーホールドですか。そしてあと腕も太めていく、ゲートは失敗、白井ウナズンにした厳しい時間帯、そして白井ウナズンにはなかなかこの珍しい光景が広がっております。そうですね、雑技団かのような人体がこんなに曲がるんだ、私はポロリしたいことだけが大きい、ちょっと白井ウナズンの腰も際どいですからね、大丈夫か、大丈夫か、セクシー、セクシーですね。いや、なんとか、はいはいはい、イオナズのイオナズは守られたといったところでしょうか。はい、そんなこと言わなくていいよ。白井本当に白井ヨナズンがペースを握りかけたんですけれども、はい、やはり関節技をきっかけにですね、やグレートさんもがこうやって、はい、の一撃しかもいいので、これは総合格闘技、オモプラットの技術、はい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 、これさっき腕を取ってクロスフェイスしてた時よりも腕を絡めてるんですよね、なるほど、これ逆にですね、腕を使わずに相手の腕をこうアームロックに対して捉えると、ネジっぽいですね、こういった技術も持ち合わせて、本人はすごい爽やかな構成点なんですけれども、そうですね、リングに上がるとねじっこい、ねじっこい、はい、いやさすがグレートだ、グレートですね、はい、直進された納豆なのねじこさですねさあ、絵図切りも決まっていきます、しかし、あぶせぎですか、いいですね、こう押し込みだ、そしてそしてあーっと、計算が高いですか、はい、チェック、柔道のチェック、これはそうですね、やられたらやり返すというか、白井さん何よりこの腕を固めてますね、あっちからは見えませんでした、アナコデバイスのような感じになってますけど、白井ウナズン負けて、肘
地を壊していく、はい、逆関節にしていきましたね。負けん気が強いですね。はい、負けん気が強いんでですね、はい、やられたらすぐやり返す、とことんやり返す、まあ本当にあの両者も男の子ですからね、そうですね、やられたらやり返すと、はい、うわーっ、厳しい、これはたまらずタムも倒れ込んでいく、はい、思わずそのいっぱいっていうことを忘れかけるぐらいですね、はいはい、思いっきりやってますけど、本当こそ、さあ先ほどはジュレートともにキャッチされたんですけど、はい、さあ次はお下に降りましたよ、変えていきましたね、はい、やはり先方を変えていった、そうですね、またキャッチされたらひとたまりもないからですね、そうですね、セイントに同じ音は聞かないですからね、そうですね、さあ、何を狙う、飛び方変えますか、次はヨナズンが中下ヨナラミ、あーファイヤーマンの式にアタック、剣王の遠近ですか、びっくりして、いやちょっとですね、隠していた技出してきましたね、はい、何でしょう、なんか回転していきましたけど、はい、これ多分シラ、グレのタムはですね、はいはい、多分シンプルに先ほどみたいな感じで飛んでくるんじゃないかと思ってたんですよ、だからその油断が生んだ、はい、ダメージというのもありますよ、いや本当にグレートタムだけじゃないと思いますよ、はい、我々ホームステーキ、そして会場に来ている、なか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 空中で回転する、回転するとキャッと空中、15分か15分か早くも15分、さあここからも試合をなすの独断場になるか、はい、熾烈な戦いになってきました、そしてこの回戦正面飛び、しっかりと狙いを済ませていきましたね、はい、さあこのポジション本当に命の削り合いのようなですね、はい、攻防が繰り広げられております、はい、あーとここはヒールキック、この辺り、白井はチャンスを見ながら畳みかける、そしてロープに飛んで、カットは膝蹴り、要所要所の膝蹴りがですね、効いている模様ですね、そうですね、さあこのまま担ぎ上げれば、はい、フルサンダの体になるんですけど、しかしこれはプレートタム、ガッチリと、ネックブリーカー、リバースのネックブリーカー、ここでこれを抜いていきますか。いや首がパンとなった感じですね、そうですね、いやなんというか本当にこのはこれすが舞台なんですけど、総合格闘技のようなですね、そうですね、本当一撃が必殺技になる、はい、一撃を狙っていくような戦いになっているかと思いきやですよ、はい、このグレートタム、いやそうなんですよね、そして吠えたグレートタム、はい、ここは近くから持ち上げてきた、上げてきた、さっきの打撃で攻めてたユナズにお返しと言わんばかりに投げ技を主体とした大技で、もう格の違い見つけた、そうですね、華麗に決めていきましたね、さあもうちょっと白井ラズン、ここの畳みかけでちょっとフラフラときて、ゆっくり技に入ってパッと技を決めていく、はい、この緩急、はい、この緩急がこの蓄積されているんですよね、もっとこれは変形のコブラクラッチですか、はい、さあこの時間帯においてこの関節技、しばしば白井ウナズンの体力をどん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 削るこの関節技、そうですね、白井ウナズンに残された選択肢はですね、ロープにこう握りを引くしかないんですけど、はいはい、そうですね、逃げるたんびにやっぱり体力削られていきますからね、はい、さあこの体勢でコンプリートショット、顔面を砕いていきました、まさかそこからその体勢に持っていけるかと、はいはい、そして何かを狙っているグレートハム、コーナーを背に、そしてスターニングルザーを決めていきました、先行マジス、いやこれグレートハムちょっと正気と見たところあるんじゃないですか、いやーさして上げて、あガッキーとスターニングキークラッシャーか、キークラッシャーですね、いやしかもかっこいいと自分の腕をロックして、はい、これここで立てないと危ないですよ、本当、どうしたおい、本当動作が挑発しておりますね、おい応援してやる、応援してやる、確かに白井
らずようやく掴んだこの切符。そうですね、なれんじゃん。はい、今からすると、こんなとこで負けてらんないんだと、なれんじゃないと。さあ、ソフト部、まだ立っている。ハイキック2発目のハイキックはさすがに俺込んでしまった。クリートタイム。そして、さあ、ピックブーン。さあ、そして、トップロープにグレートタイムを設置しておいて、危険な匂いがしますから、トップロープを入れて、いやー、今のバランス感覚、ここ一番の盛り上がりを見せました。さあ、ターゲットは一つ、ジャンピングハイ。いやー、シャイニングイノスされたらジャンピングハイキック。やられたらやり返すですよ、本当に。カウントは2カウント。いや、先ほどの攻撃からですね、白井優奈さん、的確にグレートタムの顎、はい、そしてこめかみ側頭部ですね、はい、脳が揺れるポイントだけを今、さっきからですね、はい、質に攻めてるんですよ。いやー、本当にですね、はい、現在時刻は9時半を回りました。20分経過、20分経過。もう20分ですか。すごい嫉妬。はい、もうなんというか、はい、こんなところで出されると、叩きつけたんですけど、返していきましたね。はい、どこにそんな力が残ってるのか、はい、
しかし、いや、最後は無慈悲にも、はい、垂直に、はい、小さな白井由良の墓標が立ったかのような、はい、刺激で壮絶な戦いでした、はい、凄まじい死闘でした、はい、最後は本当に奥の手中の奥の手、はい、グレータさんの GTO へと、はい、まさに終わらせてしまいました。紙一重になったと思いますよ、はい、本当に。ということでこの試合勝者はグレートカル、そして、はい、2回目の防衛に成功です。認定証、本日2002年度の中洲大会に行われた白山大グレープタンの勝者、グレープタンの九州クロスタルスルネーム KWF が認定し、グレーテストケイクロール、認定ヘビー級王者であることを認定する。令和4年10月29日九州クロスタルスルネーム KWF 九州産業大学プロレス研究コーチ対談しています。さん付けられていたベルトが再びチャンピオンの星に戻ってきました。一方で破れはしましたが、素晴らしいファイトをしました白井由良さん、皆さん両者に大きな拍手をお願いします。白井、白井よ、むちゃくちゃ楽しかったぞ。俺がな、このグレー系のベルトをな、何が何でも取りたかったのはな、このグレー系は俺より上の先輩たちが作ってきたベルトだ。俺はな、このベルトで 俺たちよりも下の台にもっともっと盛り上げてほしいと思ってな、俺が壁となってこのベルトを守ってきて、下のやつらが挑戦してくるのな、すごいすごい楽しいなったんだ。そして今回お前が挑戦してくれて、俺はこのベルトを取った意味が本当になったと思うよ、はい。お前のな、下の台にはな、去年卒業したやつらとかいっぱいいるだろう。お前がな、そいつらを引っ張ってまた来年、再来年でもいい、もう一回このベルトをかけてな、やろうやないか。心配しなくていいですよ。何回だって挑戦しますよ。最初も言ってもらいましたけど、ずっとあなたの背中見て追いかけてきました。そしてそのベルトもうちょっとで触れそうになったところまで来ました。一回負けたぐらいで諦める俺じゃないですよ。その丸々超えてうまそうなベルト絶対にいつか食いますから、そん時は覚悟しておいてください。皆さん、この2日間どうでしたか。3年ぶりの長洲大会無事開催できて、本当に良かったです。長洲祭り実行委員の方だ、この3年分まで僕たちは精一杯盛り上げていけたと思います。また来年もう一度ここに帰ってきますんで、その時は皆さん5000円よろしくお願いします。
最後にプロレス研究部恒例の 1,2,3 ダーでこの中洲祭りを締めたいと思いますので、皆さんご協力お願いします。さあ皆さん、最後に 1,2,3 ダーで一つになりましょう。ご協力お願いします。会場の皆さん、ご起立お願いします。よっしゃ、行くぞー。 1,2,3 ダー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、中洲祭りプロレス研究部の